音来てますか？こんばんは。音来てますか？いいいい。OK、ありがとう。ちょっと体験版来てたんで、やってみたいと思います。どうかな？ OK、ありがとう。どうなんでしょうね。北斗が剣？ん？北斗が剣竜ごとくですかね。あ、だだだだだ。ごっちゃになってるらしい。わこびフロストさんいらっしゃい。いちげットありがとう。わこつがごとくたすけさんいらっしゃい。あこさんトムクルリンさんいらっしゃい。北斗はケースゲーしかない。これ これどうなんでしょうね。かつ、コールソンさんいらっしゃい。こんばんは。7個目さんいらっしゃい。デブ、8個目さんいらっしゃい。テレテレー、ノリーさんいらっしゃい。赤さは、ザッパさんいらっしゃい。赤さちゃん、チキさんいらっしゃい。赤つ、百チキさんいらっしゃい。16個目さんいらっしゃい。あだだだだ、シソさんいらっしゃい。こんばんは。枠増えたんですかね。取ってみたら取れたわ。18個目さんいらっしゃい。今後じゃあ積極的に撮っていいのかな HD 配信枠って。初見です。19個目さんいらっしゃい。お姉さんにプレゼントされてよく覚えてるな。やってないですよ。ヒデさんいらっしゃい。眠ってますよ。あ、なんか見た見た、戦場のバルキリア。あれって何なんですかね。RPG なのかな。あたたたにゃにゃんぽこさんいらっしゃい。あたたたたじゃん。ハリスさんいらっしゃい。ロードスがごとくと聞いていらっしゃい。出るといいね。すいません、ちょっと本気であたーって言ってみてください。あたー、どれどれいらっしゃい。NG 踏んどるぞ誰か。ニコ生で最も広い年代幅のゲームをこなすナムネスさんいらっしゃい。アコン、いらっしゃい。アコツです、いらっしゃい。今回もケンシロウが岩で潰されますか？そんな展開どこかで見た気がします。ヒートアクションが引く。もしかして連打系なのかな？とりあえずやるか。あー、シミュレーション RPG なんだね、バルキリアって。そうそう、声がね、確か龍が如くのメンバーが出してるんでしたっけ。ユニス選手知ってる。なんじゃこりゃ。七夕セブンさんいらっしゃい。ポン、クロムゼさんいらっしゃい。やっはー、あとあと。これすでに発売されてますけど今やってますって人います？タンポイタっぽいタンポイ。ドドン。北斗神拳を体験する。ストーリーを探検する。探検、体験、こっちでいいな。ストーリーの特別版を楽しめます。奇跡の街エデンやバギーでの荒野探索が体験できます。あ、発売来週なん。そうなん。出血表現をマイルドにしますか。血しぶき、血しぶき大好き。北斗神拳体験。うん、岩に潰されるところから。アミーバの村、キャバクラ帰りのケンシロウと聞いてきました。あ、来た来た。バッツ。お前はバット。やっぱり剣だ。キリュウさんやん。ケンシロウを慕う少年バ…あ、バットか。バット、なぜここにいる？剣とサザンクロスの手前で別れてからいろいろあったんだよ。車は壊れるし
奴隷商人に捕まって売り飛ばされそうになるし、その奴隷商人どもは強豪軍とかいう連中にぶっ殺されるし。強豪軍だと？ああ、そうさ、俺も強豪軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。本当に危なかったんだぜ。で、強豪軍の後をこっそりついていったら、この町にたどり着いて、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。町の情報を集めてたら、ケンシロウって名前が出てきてびっくりさ。そうか。ケンこそなんでこの町にいるんだよ。ケン、だんまりはなしだぜ。俺にできることがあったら協力するよ。なぜ俺に協力したがる？そりゃさ、剣の強さがあればなんかお得なことがありそうだし、俺は剣より交渉とかはうまいと思ってる。町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで、前みたいに頼むよ。この町にユリアさんがいるかもしれなくて、今はエデンの衛兵隊長を救うために車を修理しようとしてるか。うん。やっぱり俺の出番だな。このバット様に任せとけ。バット、何をする気だ？車を作るんだよ。この町なら車を修理するよりも作った方が手っ取り早いぜ。作れるんすか、ケン？サイドミッション1、荒野の足を求めて。作れるのか？ああ、正確には組み立てるって意味だけどな。俺が自分の車を手に入れようとして集めた情報なんだけどさ、うん、この町には車のパーツを売ってる場所がたくさんあるんだ。そのパーツを集めれば車の1台や2台は簡単に組み立てられると思うんだよ。それに誰かの車を修理しても後で返さなきゃいけないだろ。この先自分の車があった方が便利だと思うぜ。そうだね。そうと決まれば早速行動だ。ケン、あっちの方にパーツを売ってる店があるぜ。あ、でもこの左下のマップの感じ、竜が如くですね。私2までやったことがあるんですけど、B をしながらダッシュ。この入るって感じ、これ如くだね。ダメガネさんいらっしゃい。北斗神拳にインナーは不要。どちらも好きな人はまあたまらないのかな。殴れないな。移動しかできないですね。剣がマラソン走りしとる。剣こっちだぜ。あっちでラオウ見たぜ。ラオウに会いたい。どこどこ？早く来いよ。ここは通さねえぜ。安らぎ街裏通り。お、なんだ？ファーンってなったな。動きもっさり。いいね。ゆっくり街並みが見れる。こっちこっち。これに今体験版できる。発売来週だって。もう出てるんだと思ってた。アイロンハンマー。ジャンクって書いてある。ここだここだ。この店はガラクタみたいなものを取り扱ってる、いわゆるジャンク屋ってやつだよ。確かこの店に車のパーツが売ってたはずだ。見てみようぜ、ケン。声だけ聞いてたらやっぱ龍が如くだね。アイラン。おお、邪魔するぜ。ん？おお、なんだ坊主か。今日何を売りに来たんだ？へえ、今日はそういう用事じゃなくてさ、この店の商品を買いに来てやったんだぜ。え？おいおい、今夜は砂嵐でも吹くのか。ひってえな、俺にだって買い物する時くらいあるっての。それに今日は俺だけじゃないんだからさ。お、どうも。
あんたはそうかよく来たなケンシロウさん。何が欲しいんだい。俺たちさ、車を組み立てようって考えてるんだ。それで車に必要なパーツ扱ってないか。車に必要なパーツね、確かあった気がするが。ああでもボディはさすがにねえな。マジかよ。この通りに何台も車が置いてあったじゃねえか。いや、あれは全部持ち主がいるんだよ。手出ししてしょっぴかれたかんねえだろ。チェ、どうするっけ。いや、そういや向かいのバーのじいさんが動かなくなった車持ってた。動かなくなった車、どうしてまた。さあそれは俺にはわからんが、動かないんだったら交渉の余地はあるかな。わかった、ちょっと行ってみるよ。その間にパーツを見繕っといてやるよ。いい人だね。悪い人あんまいないのかな。どうすればいいんだ、こうか。なんかある出る。これアイロンじゃないの。ペン、これか、バーラスティーネイル。マトさん、ヒデジいらっしゃい。お、なんか近代的。え、これはどっちの時代に合わせてるんだろうか。全然世紀末じゃないね。不思議だな、なんか。竹林さんいらっしゃい。邪魔するぜ。おや、ほほぼや、ここは子供の来るようなお店じゃないよ。まあまあじいさん、そういうなんて、俺は酒を飲みに来たんじゃないんだぜ。はて、酒を飲む以外にこんな場合に何の用だい。ちょっとじいさんに頼みがあってさ。頼み。俺さ、こう見えて車が好きなんだ。じいさん車持ってるんだろ、ちょっと見せてくんない。うん、そうさな。少しついてくるといい。どこに置いてあるんだろ。この店のすぐ目の前だよ。行ってみようぜ。けんバイクもある。ダスティーネイル。アクさん、レオンさんいらっしゃい。どうなんだろう体験版、ちょっと前からなのかな。こっち。あ、これか。へえ、こいつは、ボディとエンジン、それにマフラーは使い物になるみたいだけど、このままじゃ走れそうにねえや。おお、どうかしたのか。いや、車が好きっていうのは本当のようだな。へったら。でもじいさん、こいつどうしたんだい。動かない割に綺麗じゃねえか。そいつは昔使ってた車だったんだが、使ってるうちにうんともすんとも言わなくなっちまった。修理してみようとはしていたんだが、やはり素人では修理もおぼつかないもんだ。分かった。なるほどね。それでせめて磨くだけでもってことか。お、まあそういうことだ。坊やはそいつを修理できるのかい。まあパーツさえあればできるな。そっか、そんなガラクタでよければ坊やにこの車を譲っても良いんだが。なんだって。いいのか。ああ、そのまま置いておいてもそいつがかわいそうだしな。でもさ、修理したらじいさんがまた乗りたくなるんじゃないか。あ、ここはバット偉いね。まあ昔だったらそうかもしれないがな、もう運転ができないからな。そっか、シルバーマークか。そうなのか。でもなんかタダでもらうのは悪いな。ふむ、ならば一つ頼みを聞いてくれ。お、どんな頼みだい。ちょっと困った連中がうちの店にやってきていてな、エデンの縄文が壊れてから入ってきた連中なんだが。縄文。ふらっと店にやってきては嫌がらせをしていくんだ。衛兵にバレない程度の騒ぎを起こしてな。そいつら追い返しちゃくれないか。わかった。よし、じいさん、それで手を打つぜ。そいつらはいつ頃やってくるんだ。しばらくは来ていないから、そろそろ。おう、じいさん、また来てやったぜ。やばい、出た、見てて、じゃじゃじゃだ。
責物。今度はどのくらい恵んでくれるのかな。あいつらだ。おっと早速か。任せておけ。なあけん。ぼやが行くのか。ちょっと待った。あんたらこれ以上はこのじいさんに手出ししない方がいいぜ。ほう、お前がじいさんを守るっていいのか。ヒヒヒ、チビがいい度胸してるじゃねえか。お、俺じゃねえよ。ケン。ケン。ケン、ここまで俺がお膳立てしたんだからな。車をもらうために、あとは頼んだぜ。うん。うん。やはりそういうことか。なんだお前。じいさんの店から手を引いて、俺の前に二度と現れるな。飲み込み早いね。そうすれば命だけは助けてやろう。あーん。え、お前なんか勘違いしてねえか。命だけは助けてやるの俺たちの方なんだよ。せっかく奇跡の町に入れたんだ。しばらくは誰も殺さずに町を楽しんでやってたのにさ。大きいね、真ん中の人。ああ、お前のせいで殺しを解禁することになったな。なあ、こいつ殺してからすぐにバザール行こうぜ。あ、あのムカつく商人だろ。イデアルがないとダメだよって言ってたやつな。ん？なぜそんな先の話をしている？何だと？わからんのか。お前らはここですぐに死ぬ。この野郎、エデン血祭りの始まりだ。結局やっちまえ。VS、あ、勘。はい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 。あ、いた。四角ボタン。バツでシュー。バツでシュー。なんか今丸って出たね。あ、いた。あ、動いた。終わった。今なんで出たの？あ、あ、吠えた。ちょっと難しいんだけど。今なんで丸とかバツとか出た？リザルト D。やった、 P だね。残骸剣っていうの？赤ついらっしゃい。ヒュー、相変わらずすごい腕だぜ。すごい技だな、特にあの手。なあ。よしと、どうだい、じいさん。約束通りこの車をもらっていいんだよな。うん。ああ、喜んで。ありがとよ、じいさん。あとはタイヤとブレーキ、それに燃料タンクか。それと燃料もいるよな。ケン、さっきのジャンク屋に戻ってみようぜ。ケン、テレテがないね。デリリ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 。ママおはよう。きっとケンシロウ君も破けるよね。景気はどうだい？車のパーツ探しといたぜ。お、助かるぜ。ちゃんと動くものを見繕っといたからな。そこそこ値が張るけど大丈夫か？それもちろん。なあケン。なあ。まず売り物の値段見せてくれよ。それからじゃねえと話になんねえや。おう。まあそうだな。11,000円だって。足りません。かあ、金が足りねえな。悪いがこっちも商売だからな。もうちょっと稼いでから出直してくるんだな。じゃあ行こうぜケン。何で稼ぐかな。 ATM ケンシロウ。ビルケンシロウ刺さるかな。おお、あ、そういえば俺が町に忍び込むとき、検問所の前で衛兵たちと野党みたいな奴らが揉めてたな。おかげで入り込めたんだけど、ああいう混乱した場所は
いい儲け話が転がっていそうなんだよな。なあ、ケン、検問所を見に行ってみないか。ちょっといい方を思いついたんだ。何を企んでいるんだ。ええ、まだ内緒だよ。悪いようにはしないからさ。うん、うん、分かった。あ、こんな感じだって。コロセーム、男たちの戦いを楽しむ闘技場、ナイトクラブがあるよ。診察所、エデンで数少ない診療所。ゲームや今夜で集めたゲームが遊べる。これ龍が如くだな。今どこにいるの？ここか、バザール前広場。あ、違う、今から行くのか。ここですね、検問所。赤い羽の店、世紀末ファッションを扱う店。エモリ食料店、食にこだわる店主の店。呉服屋。こっちこっち。ライトを買い替えよう。あ、なんか車車言ってるね。スタミナある。違うか。タイさん、調子はどうだい？え？見覚えのないこと。俺に見覚えはなくてもこっちにあるだろ。お、あんた、ケンシロウさん。おい。おい。野党の類がエデンに来ているのか。ええ。そうなんですよ。城門が壊れたという話があっという間に町の外に広まって、野党だけではなく、いろいろな人間が押し寄せてきてます。ジャグで体調が動けない今、みんなでどうにか食い止めているのですが。そっか。うんうん、いい傾向だ。え？どういう意味だ？実はね、隊長さんを治す医者のところへ運ぶために車が必要なんだよ。え？隊長を治せるのか。だが今、エデンの車は全部やられてるぞ。そう、だから車の修理をしたいんだけど資金に困っててさ、衛兵隊で出してくれるといいんだけどな。うん、なるほどな。うん、え、なんだよ、隊長さんがなるんだぜ、出してくれてもいいじゃないかよ。いや、それはそうなんだが、ケンシロウさん、気を悪くしないで聞いてくれ。ん、なんだ、あんたは確かに強豪軍を撃退してくれた。だがまだあなたに心を許していない衛兵もいるんだ。え、なんで？それはケンシロウさんが元囚人だからだ。囚人だった人間を簡単に信用してはならないってものも少なくない。そんな固いこと言うなよ。すまない。あ、そうだ、資金を出す名目は町の防衛費用ってことでどうだい？え、防衛費用？剣が検問所の前の野党を追っ払うその代金さ、それならすっきり出せるんじゃない？わかったよ、副隊長に掛け合っておく。やった。あなたには強盗と殺人を目的にこの町に入ろうとする類の荒くれ者を相手にしてもらいたい。我々一般の衛兵には対処できない凶悪な連中だ。多分さっきの見た目みたいなやつだよね。そこまでやってくれたら文句を言えるやつもいないだろう。ケンシロウさん、面倒かけるがよろしく頼む。さけん、お仕事お仕事。だがケンシロウさんといえども準備はした方がいいな。ひとまず待っているから、決心がついたら声をかけてくれ。準備、準備などいらん。あの、ケンシロウさん、準備はいいですか？いいよ。うん、あ、今から撃退してもらう連中はすでに衛兵を何人も負傷させているから気をつけてくれ。では私はイデアルの調達のために弊社に行ってくる。なんだって？え、ケンの仕事を見届けなくていいのか？はい、私はケンシロウさんを信用しているんだよ。結果は目に見えている。
ねえ、そういうことか。じゃあケン、一丁払ってこようぜ。ああ、基本連だね。今殺してあげるぜ。ならずもの。あ、今奥義って出た。丸って出たら、あ、あの人いけるってこと？あ、なくなったな。まーる出ないな。あ、出た出た。奥義奥義、よし。あ、失敗した。あ、別にいいのかな。あれのタイミングか。よし。後ろから。よし。思考の刹那。終わった。期待通りをパラってくれたようですね。感謝いたします。こちら約束のイディアルです。十分だといいのですが。あ、イディアルってお金のこと。5万円ももろた。いいんすか。やったな、ケン。ジャンク屋に行ってみようぜ。ねえ、キリオさんだよね。不思議な感じです。やっぱどっちかというと竜が如くですね。遊んでる感じはね、すっかり。ん？あれはって言って、あ、何見てんだよ、何見てんだよ。あ、ずれちゃった。ずずずず、もう一回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 。あ、タイム、いって。今のは連打かな。奥義って出てるのよな。まる。はい。はい。よいしょー。あ、センテク。人的もう一回、もう一回、もう一回。はい、はい、出た、出た。はい、回る。あ、これを当てないとダメなんだ。はい、はい、はい。当ててからの、おっとー。あ、ずれた。全然技わかんない。報酬ないんかい。か、金もぎ取ったいの。はい。けーん。あ、ないんですか、そんなに。オリジナル奥義なんて。へえ。あ、なんか北斗七星輝いてますよ、左上の。いいのかな。雑魚相手にこんなに奥義を使う剣士が珍しい。B ないね。いらっしゃいませ。買う買う。車修理パーツセット、はい。今度はどうするんだ。もういいよ。ありがとうございました。あばよ。え、ケン、これでパーツが揃ったな。お、あれ、待てよ、燃料ガソリンがねえな。なおちゃん、ガソリンのある場所って知らねえか。あ、ガソリン、うん、ちょっと待ってろよ。
来ないよ。お、助かるぜ。いくらだ。まあサービスだよ。なんだって。いいのかよ、急に気前が良くなって。怪しいな。うるせえよ坊主は。ともかくあんた今後もうちを使ってくれそうだからな。先行投資ってやつだ。なんだ、じゃあありがたくもらっとくぜ。車んとこ戻ろうぜ。けんよ、ガソリンなくなったらいいよ、格安で補充してやるからな。ありがてよ。おう、また来い。いい人だね。これで車に乗れるのかな。体験面でちょっと欲しくなった。竜ごと好きな人はやってもいいかもね。コツわかってたら。うん、桐生健志郎さん。おえ、さあて早速組み立てなくちゃな。カンカンカン。赤さんにゃん、完成だぜ。え、どうだい。ケン、これで公園に出ることができるんじゃないか。そうだな、まずは試運転だ。行こうぜケン。おーしかよ。サイドミッション1、荒野の足を求めてクリア。5000宿命ポイントを手に入れた。レベルアップにいるのかな。ストーリーこれだけだって。バギーが完成しました。これで体験版のストーリーは完了です。引き続きエデンの街の散策や荒野の探索をお楽しみください。バットに話しかけることで荒野の探索やバギーレースに出場することができます。バギーレースだって。なあ、出る出る。お、バギーレースに出るんだな。一応頑張ってこいよケン。いやいやいや、ゲームキャラは、まあそっか、なんでマリンなのか。サンドチャレンジ、マウンテン GP、 ハイウェイカップ、まあビギナーズカップしかない。初級で、参加費用2500イディアルでしたっけ。セガっぽい。急にゲーム変わった。結構どころかかなり平和ですよ。たまにケンシロウが血しぶき上げる感じで。レース月間、どうやって走るんだろう。バツかな。あ、四角。速い速い速い。へっへっへっ。何これ。今の何、必殺技かな。いた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 。けーん、 BP 欲しい。よいしょよいしょ。酔わないですかこれ。あ、ガソリンなくなった。どうやって走るの。あ、あれ、どうやって走るんだ。あ、BP が取れたよ。いった。使い物にならない。あ、これ使い物にならない。はいはいはい。ブーストボタンか。ちょっと分かんなかった。なんか出てた？操作方法。ケンシロウ下手すぎでしょ。うってな。オーケン、バギーの乗り心地どうだった。もう少しバギーを試せるで。ちょっと公園に出るわ。ちょっと早かったわ。試運転つかレース。神谷さんじゃなくて、龍が如くの声優さんがまるっきり北斗の拳の声優さん出てるっていうゲームだから、北斗が如くと聞きましたが。うん、教習所で俺が一番早かった。曲変えれるよ。これなんだよ。
これ左の人誰ですか？これした時でしょ？R2 か走るの。あ、ライトついた。降車とか。あれは何だ。歪んだ歯車、錆びたネジ。さっきのなんだろう、赤いやつ。結構難しいな。あ、敵？敵かな。敵っぽいな。どうにかしたい。じゃあ北斗がごとくって、あ、丸出てる人いるな。ちっこいのがいる。あ、 R1 で構える。こうね。するなよ。えっ、やばいな、死んじゃうかな。奥義よいしょ、ずれた。三回転。三秒後貴様は死ぬ。カウンター、よし、あれで一撃できるのいいな。よし、気持ちいい気持ちいい。よし、あ、奥義出た、奥義出た。早い早い、よいしょ。北斗、残骸剣。三秒後貴様は死ぬ。さっき聞いた聞いた。よしよし、ちょっと下手んじゃない？安倍氏コレクションナンバー09。キデブン。よし、大きいの残ったな。この人硬いな。よし、
出たこれ見ないとダメでしょ。え、あの日でも撮れるの？どうやって撮るの？やっぱあれでしょ。 あれでいいんだけどな。だいぶ慣れたぞ。どうやって撮るのあれ。これか、これか、撮ったな。あそこにあるな、青いやつ。これ撮ってどうする。よし、あと3匹。全体見ながら。よし。扇スリー。これいいな、周り蹴散らせて。北斗、破人敵。あと2人。これ気持ちいいな。ジャストヒット。なんでリザルト C なんだ。やっと走れるわ。試運転ですね。これ気になるな。基本 R2 で、あ、そっか、ぶつかっちゃダメなんだ。当たり前か。車の体力って右下かな。なんかあそこに緑のものあるんだよね。これアイテムだよね。よっちゃう、よっちゃう、よっちゃう。マリカーみたいに行かない。あ、あそこにもある。てか別にルート無視してもいいのか。アイテムルートがあるよ。ぶつかる。ここになんかあるよ、基地みたいな。突っ込むか。あ、爆発するかな。いけー。地味か。爆発しろよ。あそこ燃えてる。どうやってブレーキだ。あ、L2 だ。早い早い早い。あ、そっか。R2 って押しっぱなしじゃなくていいんだ。うんうん。あそこ燃えてるな。じゃあこれゲーム中でこうやって移動するのかな。また煽られた。はあ、ちょっと帰りたいな。レースしたいですね。いっぱいいるな。オプションでいいのか。装備、能力解放、これも竜が如くだ。粛清5分だって、あ、5分屋さんでありましたね。
確かに。うんうん。天命の護符、炎症の護符、ヒャッハーかな、あの人。達観の護符。そっか、時は達観してそうだもんな。達観の護符。名前が面白い。わんぱくの護符か。リンがまた泣いてるっていうのがね、お仏さんだよね、炎症の護符の。うーん、あ、うまそう。世紀末級干し肉、極上の香り、味、ボリュームの3拍子が揃った。干し肉とは思えないほどの分厚さ、生命力を超大回復。まあ体験版だからか。これは高級な洋酒、7世ゲージを大回復。これって7世があったから北斗百裂拳出せたのかな。きっとそうだよね。帰りたい帰りたい。ここ帰れないのかな。体験版だから帰れないかな。無理そうだな。やるか。いや、戦闘から逃げれそうにないんだな。ほら、これ。でもさ、無双系にしては結構時間かからないですか？倒すの。ああ、奥義が固まってるのに。実際もっと少ないの？危ない。ヒデプ、ヒデプ取れる、ヒデプ取れるよ。これはなんで文字が取れるんだ。ヒデプ取りたい。あ、拾う。これキリュウさんリスペクトですわ。あったあった、そこら辺のものを掴んで投げるの。なるほどね、強いよヒデブ。キリュウさん投げてた投げてた、まさかの武器だった。めっちゃ強いよヒデブ。あ、壊れた。ヒデブキだって。ヒデブキドロップしたわ。よし、奥義当てるぞ。あ、もう死んじゃうか。これは青側アイテムなのかな。お前が撃ってたんだ。あっという間に蹴散らしたね。確かでかい敵をジャスト飛行すると出る。あー、帰りたいです。どうやって帰るんだろう。町に帰らないとダメなのかな。広すぎでしょ。すごいね、ちょっとメタルマックス思い出すね。ここか、町。ここですね。ということは、ケンシロウ回れ右。よし。遠いですよね。面白そうだよ。みんな買いなよ。買って面白さを伝えて。ひでぶきいいな。あそこにアイテムがある。
もう予約してるの？あ、来てるな。当たっちゃいけない、当たっちゃいけない、当たっちゃいけない、当たっちゃいけない。あ、もう。また煽られた。この後に絶対丸が出て、あ、もう今できそうだったのに。青がだ。まだ出てないか。あー、早かった。ブン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 。この顔好き。北斗、破人敵。オッケー。おお。よし。出た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 。あ！北斗、百裂拳。お前はもう死んだ。トゥーパー。キムさんの方またちょっと低いな。バカだ。よし、残した。よし。予約特典でキリュウちゃんにコスできる権利。それも龍が如くじゃん。まあいいだろう。キャバクラ行けるかな。これで200キロか。レースしてくる。暴れてきたぜ。じゃあレースに出る。あ、マニュアルあるわ。お、当たっちゃダメ。行くぞ。できないな。これを取っていけばいいんだね。あー、取れなかった。いた。うわー、飛び出しちゃいましたけど。ユリアー。
ユリアこの BP は取って何になるんだ。あいた、こっちが相手だわ。ピンピンって出てるな。フラフラしないで。なんか違う色のがあった。2位か。遅かったか。遅かったか。遅かったか。ミキティみたいに言うな。だいぶお笑い要素が含まれてるな。ちょっともう街回るわ。なあ。よし。ここ行くか。チェックはできないか。いけるかな。いけいけ。本当に大人のためのおふざけゲームって感じがするな。楽しめるし、お、話すって。息子が生まれた記念にターバガニを買おうと思ったんだが、こうも店が多いと探すのが大変だよ。ターバガニ。栄えてる。お、お、おい貴様。絡まれた。殺してやる。もう慣れたもんですよ。タワーバー。シャトレイ。タワーバー。貴様は北斗百裂拳でやってやる。硬いな。この好きか。あ、初めて B。詳細。詳細出ました。オーバーキル 1000% 突破。獲得数。スローすぎて、俺の怒りだ。北斗七星。市長性奥義、奥義炸裂。あー、要はこれだけ取るよってことか。そして平穏を訪れた。こんな時間か。キャーバックな。その剣じゃないな。龍が如くだな、これはな。ケンシロウさん、夜になったらお仕事がありますからね。待ってますよ。製品版北斗が如く情報。世紀末に咲いた娯楽の伝統、ナイトクラブ。ナイトクラブは酒と着飾ったキャストとの会話が楽しめる大人の社交場。世紀末の世界では夢のような場所です。ケンシロウはこのナイトクラブの黒服として、あ、中ですか、お客じゃなくて働くことになるようです。私今までの竜ごとでキャバクラ真面目にやってないんですよね。ストーリーだけクリアして終わってたんで。竜ごとってなんかサブクエが面白いって言いますよね、大好きな人って。お客さんの好みであろうキャストを配し、マナーの悪い客には北斗神拳で強制退店。この世紀末繁盛期の結末は果たしてどうなるのか、ご期待ください。
だそうです。あと闘技場があってね、コロッセウム。あ、結構いるね。殺してやる。これってだいぶ連打しないとダメなのかな。一つなく綺麗です。南広場、思いっきり連打すればいいんだ。あ、話せない、説明ないのか。製品版だと黒くならないんかな。あ、どうなんでしょうね。一応流血表現はオンにしましたけど。フードショップ、いらっしゃいませ。種もみはいらんかね。さすがに種もみはないか。カサンドラ焼き。なんかカサンドラってなかった？なんか地名でなかったですか、カサンドラって。中級干し肉、上級干し肉、モーターキャンディ。あらあら、ほのかに俳優の味がする。それが癖になる。あ、トキが捕まってる場所、カサンドラ焼き。とある監獄の囚人食と言われている。へえ、こういう小ネタが入ってるんだね。エデングミ、監獄シティやぞ。ジャンクチップス、石のような看板。たまに本物の石が混ざっていることもあるらしい。たまにいたとかなんのかな。名物に砂。ドラム缶焼き、あ、でもこれ美味しそうだよ。爬虫類をさばいてドラム缶の上で焼いたものだって。急に世紀末感出すね、ここで。エデンのためには貴重なタンパク源となっている。いや、面白そうだよこれ。ありがとう。どうなんだろうな、龍が如くのシステムで北斗の剣を楽しむかな。結局これあのおじいさんじゃない、違うん、これそうだな、龍如くのシステムで北斗の世界観。うん、北斗の世界ともちょっと違うか。いた、ごめん。いた、ここなんですか。煙突街裏通り。あとは主要キャラがどういう形で出てくるかですよね。トキとかラオウとかシン様。あとレイ様、ちょっと覚えてるよ。あとソハオくんかな。ソハオくんと、あ、またいる。やっと死にたい奴からかかってくる。ミジュマルと、あ、大きいのいた。いた。うん、おでん、きっといろいろできること増えますよね、製品版だと。動きもすごいシンプルだ。あ、
ードが解けない。あ、解けた解けた。あべし、取れる取れる。あ、取れなかった。あ、やっぱヒデブテでないとダメなのかな。リゾルトシ、あ、アベシで回復した。アクツいらっしゃい。ちょっとね、体験してみ見てますけど結構面白いね。 笑える要素があるわ。あ、ここなんだ。なんだあのラオウは。あ、ここご不夜間製品版北斗がごとく情報、不思議な切り札粛清五符を集めて強化せよ。ここ五符屋は最重要アイテムの一つ、粛清五符の生成強化などが可能な店です。体験場で済ませようとして バレた。精一杯楽しむ。粛清五符はバトルやバギーでの走行などでプレイを有利に進められる強力な装備アイテムです。生成や強化には素材やお金が必要ですが、集めて強化し、さらなる難敵に打ち勝つ備えにしましょう。粛清五符はさまざまなキャラクターとの出会いや戦いを得て、へえ、やっぱラオウとも戦うよねきっとね。作成できる五符が増えていきます。またダウンロードコンテンツによる追加配信も予定しています。どんなキャラクターが粛清五符になるのかお楽しみに。なおこの、あ、やっぱあれだよ、リンとかバットのやつだ、時と。なおこの体験版ではあらかじめ強化された粛清五符がセットされています。うんうんうん。あ、バトル中まで使えるんだ。ちょっと使ってみようか。アラクレはいないか。消毒さんやっぱね、よくネタで使われるから。あ、いた。よし。ハーン兄弟ってね、わかんないな。ほらほらほら。制するは制する。今撃たなかった。すごいすごいすごい。時の技かな。終わった。次汚物小物小小物。どうしたらいいの。あ、すごいすごいすごい。無情。これ、これ観客だった、観客だった観客だった。え、燃えろー。やっはー、なるほどね。五符を十字キーで使うんだ。観客燃やしてしまった。いいじゃん、あの消毒くん。おぶつくんいいじゃん。そこの店がスナック楽園って言ってな、見た目はともかく料理の味は最高だぜ。あ、入りたい。あ、A 出た。A 出た。一応悪そうなのも一応いるな。あ、入れない。え、でかいばあさんって何。ヒヒヒ、いい男だね。地獄スープ、血だまりと見間違うほど赤くて辛いスープ。あー、ご飯もここで買えるんだ、美味しそう。虫フライ。食糧難に備えて研究してきたというばあさんの得意料理、満を持して提供。高いけど生命力を大回復だって。ばあさんのシュークリーム、
原作にいるの、でかいばあさんって。そうだったか。ババアで見なくなった。踊ってる。お茶目のやつもいるもんですね。じゃあばあさんではないんだ、実際は男の人なんだね。あ、ゲームセンターあるよ。製品版北斗が如く情報、滅びた世界の宝が集う店、ゲームセンター。この店は新たにオープンする予定のゲームセンターです。といっても現在は店の中にゲーム機がありません。なんか知ってる気がする。ラオがばあさんに化けろって命令した。店主に依頼され、荒野でゲーム機を発掘すると買い取ってくれる上に遊べるようになるようです。ケンシロウが遊んでる。ゲーム機に限らず、荒野に眠る様々な宝の探索に挑戦してみてください。じゃあさっきの荒野を探検する感じか。あの剣ってさ、リンの死んだらもしかして回復するとかかな。オートってなってるよね。はだけた、はだけた、はだけたよ。強くなったんだね。何モードだろうか。トムは、あ、やっぱそうなんだ、自動回復だって。リン、あ、服戻った。最新技術、ブン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 。よし、あの飛行をつけた瞬間気持ちいい。まるでこうバチーンと。めっちゃ面白い。いらっしゃい。替えの服を一瞬で着るんだね。ロブバー、ゲーム屋、バー行ってないよね。全部見ていいかな。買う人おるよね、きっとね。これぐらいにしようか。あ、カジノもあるよ。そっか、竜ごとにもあったな、カジノ。診療所。なんとなく時がいそうな感じですね。種もみ屋。なんか全く遊ぶゲームなかったら絶対買ってたな、これ。多分。うん、体験版できるよ、今。ガレージ、バー、ラスティール。ラスティーネイル。あ、ほんと？原作ファンとしても面白い。見てもやっても面白いかもね、これね。その前にゼロ、そうだな。ちゃんと竜が如くの方を遊ばないと私はダメですね。お姉ちゃんに誕生日プレゼントで何が欲しいって言われて、竜が如くって言って、ゲーム買ってます。何歳だよみたいな。去年か一昨年の話ですね。一昨年か。お姉ちゃんに買ってもらったって。せやな、いつか遊べたらいいなと期待を込めて積みゲーにするか。あ、てか種もみあるじゃん。やってないですよ。やってない、やってない。龍が如くって結構出てますよね。5まで出て0が出たんだっけ。お待たせ。あ、本当に面白かったんだ0。へえ。まっすぐ行って降りるか。ごめん。
なんか侍のやつでしょ。うんうん、回転もある。面白いね、戦士のね。あー、幕末ね。うんうん、ほんと休まれたぞ。あ、そうそうそう、あとゾンビものがあるんですよね。ちょっと気になるよね。あ、さっき丸けたのにな。あれもタイミングがあるんだ。後ろ回って感情しちゃった。あ、嬉しい。ゾンビはなかったとか言われてた。評判悪かった。あ、種もみ。見て見て、種もみ。この前そこの種もみ屋が今日より明日だとか意味わからねえこと言ってたんだけどよ、大事なのは今が楽しいかどうかに決まってんだよな。原作リスペクト。一羽のじいちゃん。種もみや。じいちゃん。いらっしゃいませ。結構食べ物多いですね。洋酒ってこんなに高いんだ。24,000円。水で薄めた洋酒。酒の香りが失われない程度に水で量を増やしている。7世ゲージを紹介服。エデンオレンジ。エデンウォーターメロン、アップル、ウルオイスフィア水。スフィアシティってとこもあるんだ。バギーで移動するんだね。エデンビール、うまそう。牛乳とか貴重ですよね、この時代。もうお酒もそうか。ありがとうございます。ありがとうございました。墓に撒いても米はできないからね。いやー、面白かった。あ、そんな気になりました。みんなどうするん、これ買うん。予約してる人いたな、一人。遊ぶゲームなかったらいいと思う。面白い。ここがバー。あとハゲタカショップ。すごい精巧なパラディ。そうだね。うんうん。みじまるだこ。きっと難易度もあるよね。ほらほら、気持ちいい、気持ちいい。あー、ジャストいけなかった。あ、僕と破人敵。どこ行った？これ下にできないかな。よし。あ、今のジャストじゃない？あ、あ、早かった。三回転。一回目焦ってしまいますね。これ静かに日常が訪れるのはいいな。笑っちゃうな。
CLD。 へえ。あ、だとしたら16金ぐらいですか CLD って。あそこだな、ハゲタカショップ。ハゲタカもなんかよく聞こえない。ハゲてる。いらっしゃいませ。新品が揃っているよ。低級缶詰、中級缶詰、ゴッドレーション、味気がない軍用食料、最終戦争前に活躍したとある軍隊のものらしい。もういいかな。食べるとヒャッハーと叫んでしまう激辛肉の缶詰。救世主や覇者などの前で食べるのはやめておこう。生命力を中回復。モヒカン、ミルク缶。いやー、ありがとう。面白いわ。小ネタが満載ですよ。実際に買えるのか今。いらっしゃいませ。ここは見た目が変わるんだ。シャツ1枚にできるのかな。ありがとう。装備してみるか。変わらない。変わらないんすか。変わってほしかった。肩パッドもあるよ。肩、胴、足。防御、刃、射。射ってなんだ。オプションないですね。能力解放。留学どこで見た。なんかこれすごいすごい。聖樹が足りません。星玉が足りません。竜ごともこんなんだってね。なんかじいさんから技を習った記憶がある。玉集めるんだ。着ているように見えるのは体の一部なの。そうなの。粛清後、バッドの粛清後符、バギー乗車時に使用可能だって。バギーの耐久力を回復する。この漫画のシーン使ってるのいいわ。これちゃんとボイス聞きたい。複数の敵の飛行を突き内部爆破させる。時強いよ。奪還の護符。きっとこれなかなか手に入らないですよね。星7つになってるけど、星7つで使えるってことかな。これもしかして凛の粛清護符。生命力がゼロになった時自動的に復活する。強敵との特殊な演出中は適用外。多分ケーンって叫んでくれるんだよ。炎症の護符、消毒男の粛清護符。こう面白かったな。勲章サイドミッションデータ。ジューザーは多分製品版だよね。マシューの兄さん、どうなんでしょうね。龍が如くのキャラってゲストで出てくるのかな。それはそれで面白いかもしれないね。まあそれは遊んでからのお楽しみですね。でも北斗がんになってるからな。そっくりさんは出るかもしれないね。宿舎行こう。
ばんは。うわ、これか。おい、そこのチビ。あ、捕まった。遊びすぎたか。逃げてないっつの。あー、賞金首系だ。製品版北斗が如く情報、エデンの凶悪犯を退治せよ。賞金首ハンター。ここはエデンの衛兵隊員が、詰めている、兵舎です。衛兵たちはエデンの軍隊であると同時に、町の治安を守る役割を果たします。ただし剣士など圧倒的な力を持つ存在が犯罪者の場合には、普通の衛兵隊員では手に負えません。エデンではそんな犯罪者に対応するために賞金をかけ、より強い者に逮捕してもらう賞金首制度を用意しています。ケンシロウもエデンの平和のために協力することになるのですが、果たしてどんな強敵が待ち受けているのか。基本このエデンの街が舞台になりそうですね。最初の街で何でもできるっていう。シンと戦ってみて。え、どっかで戦える？あ、あれか、これストーリーモードだからってことかな。やるやる。面白いですか？うん、面白い。普通に思わない。タイトルに戻って、北斗が如くよろしくな。ちゃっこりしてるバット。キャバに入り浸るラオとか見れますか？きっと見れます。あ、3月8日だって。木曜日、来週の木曜日だ。待ち受けていますだって。世界観はね、一応世紀末っぽいけど、そこまで世紀末じゃない。シンもユリアが好きだったよね。金髪の人だよね。悲しき男じゃなかった？シン。シン、必ず貴様を倒す。あ、ダンジョンみたいになってるよ。うんうんうん、結構さかいてる。ここが貴様の墓場だ。はい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 、最初にユリアを奪った人か。うんうん、四角連打が基本。あ、 R1 で構えることで2位の敵をロックオン。なるほどね、こうか。うんうん、四角での連続攻撃中に三角を入力すると敵に高ダメージ当たるフィニッシュブローだって。これ知らなかったね。あー、いいね。やった、足いいな。チュートリアルだ。
ためだったんや。フィニッシュブローできてない。ドッグオンしてからかな。ダッシュコンボからか。できてない。敵の攻撃を無効化する方法に L1 でのガードがあります。敵のロックオンをして、ガード以外にも罰でのスウェイで、竜ごともスウェイっていう言い方してなかったでしたっけ。面白い、結構面白い。いらっしゃい。ムキムキでしょ、キリュウさん。普通の北斗芸のようだね。えスウェイって言ってたよね。受けれなかった。そうか、左上のゲージが、生命力を表しています。生命力ゲージが赤く点滅するのは危険な状態です。さらに危険になると赤く光る視聴性が点灯します。光るんだって。簡単かも。これ？聖樹獲得。敵を倒して規定の宿命ポイントを獲得し、レベルが上がりました。ボーナスとして宿命玉を入手しました。あ、レベルアップのやつか。はいはいはい。星玉、白いやつが1。能力解放。あ、北斗百裂拳。これもう解修行で解放だって。解放してるのか。能力解放はケンシロウがさらに強くなる上でとても大切な要素です。うん、あ、いた。いたよ。
あ、閉じられた。敵に連続して攻撃をヒットさせていると敵が飛行チャンス状態になります。まるで飛行をつくことができ敵の陣を奪うことができる。四角の攻撃回数によってまるで飛行の効果が変化する。貯めたよ。あ、まだ？しゃがんだら当たらないな。自動的に飛行つくオート飛行モードだってよ。これ簡単なんじゃないの？オンにしてみようか。奥義は使えば使うほど強化されていきます。特定の条件下でのみ発動可能な奥義もあるので能力解放画面から確認してみましょう。自動的ってどういうことだ。罰かな罰かな。よし、残回剣。三秒後、貴様は死ぬ。どのタイミングが多いかな。初めて見た。優先。飛行優先。今左上で白く光ってるゲージを7星ゲージと呼びます。特に奥義は7星ゲージが大きくたまるので、あ、なるほどね。奥義をしたら7星ゲージがたまるんだって。体からオーラを発する状態をヒート状態と呼び、ケンシロウが一時的に強化され攻撃力が上昇したり、バツバツで飛躍できるバーストが発動できる合図です。飛躍。バースト状態中はバツバツ丸で強力な飛び蹴りが可能ですが、能力解放ではさらに強力な技も解放できます。またバースト発動時には陶器の爆風が発生するので敵の近くでバーストを発動してみましょう。これか。はいはい。おお、なるほどね。残回剣。これ聞いたことない。死にたくば。いけるんじゃない？まだいる。ちょっとカメラ操作がグラグラするね。ブン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 。ああ、見せた。破人敵。ズブシャー。一回暗記してるな。飛行優先。
ただのビンタに見える。ジャストになった時なんか黄色の文字になってる気がするな。ほう、残骸剣早くなっちゃうな。貴様は死ぬ。よし、ついにシン様かな。やっと着いた。シン、探したぞ。ケンシロウか。ここへ何をしに来た。ユリアを返せ。ユリアだと？忘れたのかケンシロウ、あの日のこと。お前の婚約者は俺のものになったんだよ。うん、ちゃんと北斗のストーリーだよね。忘れたとは言わせんぞ。お前が俺に無様に切り刻まれ、血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの日だ。お前は剣で俺に勝つこともできず、愛する女を守ることもできなかった。世紀末にそんな単語はありません。全ては甘ったれたお前の考えが招いた結果だ。その胸に傷を負った程度で死なずに済んだ理由を忘れたのか。お前を殺そうとする俺をユリアが止めたからだろう。俺に一生ついていきますと泣き叫びながらな。女に守られ生き延びた惨めな男よ。今なら見逃してやる。あの日地獄へ落ちたも同然の奴への最後の情けだ。言いたいことはそれだけか。やっぱキリュウさんだね。何？もうあのイメージが強すぎて。俺は貴様に会うために地獄の底から這い戻った。もう一度俺に負けるために来たのか、バカな男だ。はやはや。少しはやるようになったようだな。だが俺の本気の剣はお前には見切れん。今度こそ殺してやる。めっちゃブルブルする。コントローラーブル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 。終わった。敵ではない。なんとこ壊し剣。早っ。高烈波見つぶし。少しは腕を上げたか。終わった。飛行優先。
弱くね、弱くね。俺の剣は見切れん。避けれた？ギブ。死ね。避けれた？避けれたかな？あ、いた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 。出た、出た、出た。まだ。やっぱ飛び降りちゃうの？飛び降りちゃうのかな？そうですよね。ごめんなさい、最後まで 見たいとか思っちゃって。そうですよね、体験版でした。はい、ということで皆さん面白そうですよ、これは。ぜひ皆さんやりましょう。私は新女神転生が待っているので我慢します。続きは製品版で。うん、忘れてたね。だけどめっちゃのめり込んでしまった。何をサブで言ったんだ。そうだな、竜ごとファンの人も北斗ファンの人も楽しめるんですかね、これはね。ちゃんと竜と剣が薄文字なところがいいですね。ねえ、ここで終わりとか。ゼロが先だよね。うん、せやな。ああ、面白かった。ちょっと肩こりました。ビル刺さるとかだけ。はいはい、この例の面白いシーンですね。あ、まあそうでしょうね。ストーリーもちゃんとあるでしょうね。あ、そうなんだ。竜ごとをやったことないですか。操作はね、ほんとあんな感じですね。で、街並みと、こう、サブミッションみたいな感じで、で、舞台が極道ですね。竜がごとくは。ちょっと1と2しかやってないですけど、面白いですよ。ビルが刺さるし、刺さる刺さる刺さる。これって OVA だったっけ。バットかわいい。劇場版だった。何回見ても笑っちゃうんだ。ああ、おかしい。これなんでこんな格好なんだ。これしか見てないってね。あー、ヒゲモジャのケンシロウだね。え、ゲームよりさらにギャグですね。はい。あ、シーンにやられて谷底で眠って蘇ったシーンだって。そっかそっか。さあちゃん、こんばんは、いらっしゃい。ちょっと遊びきったところです、体験版。ああ、面白かった。ハンターランク高す。さあ、では終わりましょうか。ありがとうございました。来年の誕生日プレゼント？
来月かな夜はこれからです。いらっしゃい。はぁ、そんな。じゃあなんかちょっとやりましょうか。このまま どうしようかね。モンハンかローグレガシーか、どっちがいいかな。どっちかやろうか。カルメガテンのキャラメイク。モンハンにするか。ということで、ありがとうございました。面白かったです。タンプレで買ってもらうかじゃあ一回枠閉じますね。お疲れ様。モンハンしよう。熱々。